お疲れちゃんです、ラットです。今日ですね、ちょっと皆さんに重要なね、報告が一つあるんですけど、前回の動画ね、見てくださった方はわかるかもしれないですけど、世界大会まであと一勝だったんですよ。世界大会まであと一勝っていうところで、昨日のね、もう夜、この動画が上がる前日にはね、大会があったんですが、その試合ね、勝ちました。はい。なので、世界大会出場が決まりました！ありがとうございます！よくやった、本当に。いやー、よくやりましたよ、本当に。というわけで、もう無事にね、世界大会出場決まりました。本当に、報告遅くなって申し訳ないです。知ってた方もね、いるとは思うんですけど、もうなんか、いや、本当に遅くなりました。で、大会の、まあなんか内容だとか細かいところはね、アーカイブ見てもらえれば、多分クララ公式のね、はい、クララ e スポーツかな、多分チャンネルで結果も残ってるので、まあ見てもらえればいいんですけど、その今回のラストチャンス予選ですね、世界大会に出れる残り8名を決める、32人から8名決めるっていう、この大会に挑むにあたって、ちょっといろいろなんかまあトラブルってわけじゃないですけど、やっぱこう、大型アップデートね、直前に大型アップデート来て、もうゲーム内にね、ヒーローが大量発生したり、そのラストチャンス予選では、もうそのままチャンピオンか、チャンピオンは使えなかったんですよ。チャンピオンは使えないし、まあバグもね、ないよ。そしてあとはタワーレベルとかも9でやりますみたいな。でも、今のゲーム内はタワーレベルがね、14が解放されたりだとか、グラチャレとか、まあ大会とかもね、キングレベル。11レベルだったりとかで、まあ、練習する環境っていうのはね、なかったんですよね。そう、もうそれがね、今回鬼きつかった。じゃあもうぶっつけ本番だったのって言われると、別にそうではなくて、まあ、マルチとかね、行ってもやっぱチャンピオンだらけで練習にならないので、まあ、フレバとね、いっぱい今回したんですけど、まあ、海外プレイヤーにもね、相手してもらったりとか、まあ、主にですね、元ね、ポノスだったチームメイトの、まあ、KK とか、まあ、あとはムギッタンとか、ですね。まあ、そこを2人に、まあ、主に本当に練習相手になってもらって、マジでボコボコにされました。はい。マジでえぐいぐらい強いんですよ、そこ2人。強すぎて、もうボコボコにされすぎて、うわ、勝てねえよ、こんなのって思いながら。そう、結構ね、いや、こんなんで勝てるわけないじゃんと思いながらね、大会に挑むぐらい、まあ、ボコられたんですけど、まあ、あと、ライクさんとかにもね、練習してもらえませんかみたいな、こう、今だったらお願いしますみたいなね、連絡して、あ、いいよって、いつでも連絡しておいでとかね、本当にもういい人ばっかだなっていう環境だったので、まあ、ライクさんはでもね、なんか、チャンピオンでちょっと、わからすわみたいな、言ってきたんで、まあ、僕からも断りましたけど、まあなんかこうね、協力してほしいって言った時に、こうみんなね、すごい進んでやってくれて、まあどうせ多分焼肉おごれとか言われるんですけど、でも本当にこう、今回ね、練習する場がなかったので、まあそんなね、まあ声かけて、すぐね、こういいよって言ってくれる人たちがまあ結構たくさんいてくれて、もう本当にこうね、周りの方々ね、今回救われたなと思ってます。で、まああとは相手のね、データとか研究とかだったりを、まあ元ね、これもポノスのタイトさん、ね、すごい協力してもらったりとかで、今回本当にマジ KK で、麦、あとタイトさん、あとまあ海外のプレイヤーだったり、まあライクさん、まあ、関係ないか。みんなにね、本当に協力していただいて、まあ勝つことができたと思ってますので、本当にね、みんなありがとうございます。そして応援してくださったね、皆さんであったり、まああとはね、もうコメントね、くださってる方もいるんですけど、おめでとうございますって、世界大会でも頑張ってくださいってね、たくさんコメントくださってるね、皆様ね、本当にね、ありがとうございます。マジで、力になります。ありがとうございます。まあ世界大会になればね、今回ね、協力してくれたみんなとこう、仲良くやろうぜとはね、そうはいかないと思うんですよ。まあやっぱライバルになるんでね。はい。まあなんですけど、やっぱ世界大会でもね、そう、できるだけもう上目指しつつ、まあ、あとはもう組み合わせも決まってるので、僕はなんかね、初戦えぐいっす。今、クラロワ上ね、世界で一番強い男、モハメド・ライトっていうね、プレイヤーやってるんですけど、まあ、とりあえず、まあ一番強いです。はい。クラロワ上で一番強いです。まあでも、絶対勝てないかって言われると別にそうでもないですし、まあ10回、20回やれば、まあ1回、2回、まあ3回、4回ぐらいはね、勝つことができるだろうっていう、まあ相手ではあるので、まあそのまあ数パーセントを引いてくれる。今回
ね、4人に1人が突破の、僕 25% をね、ちょっと狭きね、道を突破したので、まあ、本当にね、まあ、下克上ですね。はい。まあ、できることやって、悔いのないようにね、はい、世界大会もね、挑めたらいいかなと思います。12月の3、4、5だったと思います。多分、違ったらごめんなさい。また、なんか、概要欄から書いておきます。といったわけで、本当に今回ね、突破できてめちゃくちゃ嬉しかったですし、なんなら突破できたことに自分が一番驚きましたし、まあ、よくやったなと思いますし、いや、本当に周りもね、感謝しかないですし、世界大会もね、はい、頑張ろうと思いますので、皆さんぜひね、今後とも応援のほどよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またねー。バイバーイ。